カスエラは南アメリカの料理全般に対し付けられる一般的な料理の名称である。料理名は調理の際に使用する鍋の名前カスエラに由来する。カスエラを作る際の材料や調理法は地域により異なるが様々な肉や野菜を用いて濃厚な出汁を作る点は共通している。チリのカスエラカスエラはチリで一般的な料理である。 典型的なカスエラは鶏肉もしくは牛肉から作るものだが、豚肉や斜めん鶏を用いて作るカスエラも存在する。一般的なチリのカスエラの材料としては、骨付き肉、ジャガイモ、カボチャであり、さらに、これらの材料を一緒に茹でた出汁も使用する。また、出汁を使用して調理した米や、菜麺、サヤインゲン、セロリ、スライスした、ニンジン、ニンニク、 キャベツ、その他の野菜を加えることもある。カキにはカスエラにトウモロコシを加えることもある。カスエラは通常最初に液体状の出汁をすべて飲んだ後、次に肉と大きめの野菜を食べる。しかし、肉と大きめの野菜は薄くスライスされている場合もあり、この時はスープと同時に食べることもできる。チリのカスエラはスペイン植民の料理、オジャポドリーだとよく似ているが、 コルと呼ばれるマプチェの出汁にそのルーツがあるペリューにおいてカスエラはアマゾナス県で一般的な料理である。ペリューのカスエラはアマゾナスうちの地域により材料や調理法が異なる。アマゾナス県のチャチャポヤスではカスエラは鶏、牛肉、羊肉を茹で、そこに野生観覧、米、人参、トウモロコシ白ワインを一杯加えて作る。 ソースポットを火からおろす数分前に牛乳とベルミチェッリーを適量を加える。注意点としては、スープとして提供できるようにカスエラから十分な出汁が出るようにする必要がある。プエルトリコではカスエラはパイを使用した伝統料理であり、通常クリスマスシーズンに作られる。プエルトリコのカスエラはパンプキンパイに似ているものの、サツマイモ、カボチャ、 ココナッツミルクを材料として用い、さらに通常パイ生地の皮は使用しない。アメリカ合衆国、アリゾナ州南部では、カスエラを作る際は、カルネセカもしくはマチャカに、ジャガイモ、ニンニク、青唐辛子、ハーブを使用して作ることが多い。ありがとうございます。